まさか最後までその選択をし続けるなんてね。完全に筋書きが狂ってしまったわ。どういうことなんだ。ごめんなさい、完全に私の誤算だったわ。アウトに協力してもらった物語は、先に神としての自覚を持ってもらうためのもの。でも、先は私の予想を超えた選択をし続けた。おそらく、そこまでアウトへの愛が強かったということね。そして、先はもう、すぐに神ではなくなる。神でなくなれば、サキが今まで想像してきたこの世界も閉じることになるの。そんな、何か方法はないのか。この世界は終焉を迎えようとしているわ。早く脱出しないと、私たちもここで立ち往生することになるわね。ええ、急ぎましょう。ごめんなさい、アウト。こうなってしまっては、私にも手に負えない。だって、こうならないためにアウトに協力してもらって舞台を仕組んだのだから。サキ、ごめんなさい。私たちにしてあげられることはもうないわ。元気でね。サキ、お前も行け。今ならまだ間に合うだろう。お前ならきっと船に乗せてくれるさ。嫌です。さっきはアウトさんと一緒にいます。でもそれじゃ結局二人とも世界と一緒に消えて終わっちまうだろうが。分かった、それじゃ俺も一緒に行く。俺も船に乗せてもらえるように二人で頼まないか。一緒ならいいんだろう。アウトさん、それ明暗です。すぐに船まで行きましょう。生きていたのか。しょうがない、こいつも連れて行ってやるか。